2シーズン目を迎えた日本女子プロサッカーリーグ B リーグで現在首位と僅差の2位につけている三菱重工浦和レッズレディース。ゴールを量産しチームを勝利に導く B リーグ初代得点王の菅澤優香選手は、さまざまな意味を込めてアルファベット1文字をキーワードに挙げました。私の今年のキーワードはこちらです。まずは B リーグ、昨シーズンはちょっと2位という残念な結果に終わってしまったので、まず優勝をしたいというところと、その中で自分自身得点を2年連続というのも狙っているので、それを取っていきたいというのと、今年女子のワールドカップがあるので、まずはメンバーに入ることを目標にやっていきたいなというふうに思っているので、 W付随して、ワークというところで、サッカー面もそうですし、女子サッカーの普及だったりとか、動いてやっていきたいなというところで、W にしました。今季もここまで得点ランキングトップに立つ菅澤選手ですが、自身のパフォーマンスにはまだ物足りなさを感じています。6試合で5得点というところで、試合を取っているのが2試合で5得点なので、1試合最低1得点という目標を個人的に掲げているので、もう少しコンスタントに得点が取れればよかったかなとは思います。10年以上にわたりなでしこジャパンに選出されている菅澤選手は、2015年と2019年のワールドカップに出場していますが、2015年は準優勝、2019年はベスト16で、いずれも優勝には届きませんでした。菅澤選手は自身の成長を確かめるとともに、日本の女子サッカーをさらに盛り上げるためにもワールドカップに出場し結果を出したいと力を込めます。すごく悔しい結果を2大会ともしているので、自分自身その成長したプレーっていうのを今大会で見せれるようにしたいので、ワールドカップはぜひ出場したい大会だなというふうに思ってます。やっぱり日本の女子サッカーを日本に定着させるためには、自分たちが活躍することが一番大事だと思っているので、結果を出すことっていうのはすごく大事だなというふうには感じてます。また今シーズンでレッズレディース在籍10シーズン目を迎え、チームの中盤を支える直本光選手が選んだキーワードは結果です。今まで積み上げてきたものを今シーズン結果として何か形として残したいという思いと、その結果につなげる過程で自分自身が成長していけるかなと思ったので、このキーワードを選びました。今シーズンのレッズレディースはリーグ戦開幕前の WE リーグカップで優勝して、幸先の良いスタートを切り、リーグ戦でも好調を維持しています。直本選手はチームの成長に確かな手応えを感じながら、昨シーズン果たせなかった目標を達成したいと雪辱に燃えます。昨シーズンは皇后杯を取れたっていうのがチームとしても初めてのタイトルだったので、すごく嬉しかったです。ただWE リーグ初代チャンピオンを目指していたという意味では、2位だったという意味で昨シーズン達成できなかった WE リーグ優勝っていうのを取りに行きたいなと思ってます。これまでにもなでしこジャパンへの選出経験がある直本選手ですが、ワールドカップの出場経験はまだありません。年代別の世界大会で活躍した直本選手にとって、なでしこジャパンでのワールドカップ出場と世界の頂点は常に追い続けてきた目標です。私がアンダー17のワールドカップで銀メダル2位になった時に、その時初めて日本の女子サッカーが世界でメダルを取ったっていうので、自分たちももしかしたらみたいな、できるかもしれないって思ってたんですけど、それですぐに2011年に先輩たちが優勝してワールドカップを取るっていうのが、やっぱその時から明確な目標になったので、ぜひそれを達成したいなという思いでずっとやってます。特別な場所ですし、なでしこジャパンが
優勝した時、日本の女子サッカーの環境がガラッと変わったりだとか、女子サッカーの価値がすごく上がったし、その見てる人にすごい勇気を与えてくれたので、私もそういう先輩たちのような選手になりたいなっていうふうに感じました。Weリーグでの活躍、そして世界の舞台へ、菅澤選手と猶本選手はこの1年を大事にしたいと改めて意気込みます。まずは怪我をしないでしっかりと戦うことが大事だと思うので、そこはしっかりと自分自身ケアしながらやっていきたいなというふうに思いますし、結果を出すこと、WE リーグで得点を上げることだったりとか大事だと思うので、それを引き続きやっていけたらいいかなとは思ってます。やっぱワールドカップというのはずっと目標にしてる大会なので、ぜひその場に立ちたいっていうのはあるんですけど、やっぱこの1年の成長がそこにつながってくると思いますし、日本としては優勝を目指していると思うので、やっぱそれにふさわしい選手に成長しなければいけないと思うので、本当に日々努力していきたいと思ってます。